はい、広島の酒井養魚場さんの大正三景、38センチでこちらもおすごいです。基本的にはですね、40部で、みんな飼ってる鯉なんですけども、ほぼオスです。逆にメスは大きくします。まあ、メスはみんな立てるからオスメスはいないかと、40部とか35部、もう30部あたりみんなやっぱりオスが強いです。オスの方が色合いもいいですし、肌の感じ、墨の感じも圧倒的にオスがいいですね。まあ、オスの方が勝率がいいというのがありますのでね、オスを仕上げているんですけども、こちらも現在38センチ40部用です。色上げを切ってまだ10日ぐらいですね。10月に入ったところでですね、色上げを切りましたので、まだ数日しか経っておりません。ですのでまだ肌が少し焼けたような感じしておりますけども、やっぱりこれぐらい色が黄ばむぐらい上げないとですね、紅が上がらないものですから、わざと黄ばましております。でこれで1ヶ月ぐらいですね、水温を下げながら白地仕上げをしていくとちょうどいいような感じがします。まだ38センチですので、40分まで2センチ余裕がありますので、思い切って餌をあげれますので、さらに1ボリューム2ボリュームつくかなと思います。炭もですね、もう炭はこれからと言っていいと思います。11月頃になってきてですね、寒くなってくると大体の鯉炭が良くなってきますよね。もうこの鯉の一番の魅力、ちょっとここアップしてほしいですけども、この四角く正方形のこの炭、こうバーンとプレッシャーかけたらごめんなさい、波立っちゃいましたけど、ここがもう袋を詰めた時にまず目に行きます。もうこれでいいんですよ、三景ってボーンと炭があります。であとはこことここ後半にも大きい炭がありますからね、まだちょっと水温が高いせいか、まだ完全には8割5分ぐらいの出方なんですけども、この炭っていい炭ですので、これがですね 90% を超えてくるとですね、もうかなりのものになってくると思います。はい、こちらもこのような袋に入りますね。まず一番の見たいとこ、ここの肩いいですね。はい、これからあと1ヶ月ぐらいが楽しみだと思います。10月の初旬にこちら品評会スペシャルをお届けしております。撮影をしておりますのでね、いざちゃんとした大会11月の入ってからですので、まだまだ余裕があります。これからが綺麗になりますのでね。はい、横です。サンケらしい綺麗なオレンジ系、蛍光オレンジの紅、この紅がサンケの好きな紅です。炭もこれ刺した四角い炭、本当に綺麗な四角なんですよね。いや、なかなか一番大きいところに炭ついてます。ちょっとまだね、仕上がりが早いですけど、これからが楽しみな、そんな一匹になるんじゃないでしょうか。この辺の肌は抜けてきましたからね、頭が背中ぐらいの肌になった頃にこの炭がパーン来た時にはですね、期待しちゃいますね。ぜひよろしくお願いします。